ちは、バカにバイクは難しい、自宅で上手くなるバイクライディング講座のお時間でございます。好評につき、好評かどうかは知りませんけど第2弾になりますんで、前回のね、見逃した方は、まあ、動画、過去の動画からね、前回も振り返ってみてください。バイクというのはですね、やはり非常に、考えて乗るものです。考えて乗って、乗って考えて、考えて乗って、考えて乗って、そうやってうまくなっていくものなんです、実は、ということですね。前回は、ライディングについてはですね、非常にタイヤが重要であるということでタイヤの話させていただきました。今回はですね、バイクはなぜ曲がるのかというお話ですね。まあ、バイクの難しいところ、やっぱりね、本当はブレーキングが一番難しいんですけど、ブレーキングが一番大切ですし、なんですけどね、なかなかコーナーがうまく曲がれないな、カーブがうまく曲がれないなっていうところでね、引っかかってる人が多いんじゃないのかなと思いますんでね、今日はね、バイクがそもそもなぜ曲がるのかっていうところから、そもそものところからお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日は、バイクはなぜ曲がるのかっていうお話がテーマであるということはお話しさせてもらったんですけども、そこにしてね、後ろに自転車があるところを見るとね、もう察しのいい方なんかはね、お、あれの話かななんていう、感じになると思うんですけど、そうです、セルフステアリングの話です。そうですね、セルフステアなんていう風に言いますけども、どうですかね、皆さん、セルフステア、セルフステアリングっていうのをね、正確に理解してますかねっていうことなんですよね。そんなもん当たり前じゃないか、分かっとるわいっていう人もね、結構多いと思うんですけどね。まずね、セルフステアの話をする前にはね、その前段階があります。まずね、僕はそこからお話ししていきたいと思います。まずそもそもね、バイクがなぜ走るのか、それはね、やっぱりタイヤが丸いからですよね。タイヤが丸いんでバイクは前に進みますよっていうことなんですけど、バイクがそもそもなぜ曲がるのかということは、これはね、タイヤが丸いからなんです。タイヤの丸いところっていうのはここですね、ここが丸いんです、丸いんです、丸いんですよ。これを使ってバイクというのは曲がってるんですね。それをね、ちょっとね、分かりやすく見ていただくためにね、今日は面白いものをね、一つ用意しました。はい、ということでね、こちらでございます。こちらね、ちょっとね、簡単に木で作ったものなんですけどもね、これをタイヤだと思ってください。こんな感じですね。まっすぐ走るときは、この一番真ん中の一番高いところを使って走りますんで、まっすぐ走りますよということなんですけど、その一番高いところの部分とサイドの、低い部分にこの円周の長さの違いがあるんですね。それはこっちの本物のタイヤも同じですよね。この真ん中の部分の円周の長さとこのサイドの部分の円周の長さに違いがあるんです。そしてこれをどちらかに傾けますね。例えば左に傾けてみましょう。そして転がすとどうなるか、コロコロコロ、コロコロコロ、あら、コロ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 、曲がるんです。もう一度いきましょうか。コロ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 、曲がるんです。これがですね、キャンバースラフトっていう、現象になります。この円周の高さの違いを利用して角度をつけることで回転方向に対して横方向に曲がろうとする力が発生するんです。これがキャンバースラフトです。つまりバイクを傾けることで向こう側に曲がろうとする力が発生していくわけですね。これがキャンバースラスト、キャンバースラスト現象です。そして、オートバイが曲がる理由にはこのキャンバースラストが結構大きいんですけど、キャンバースラストの他にね、もう一つあります。それはね、コーナーリングホースっていうふうに言います。それはね、いわゆる簡単に言ってしまえば舵です。
車はどうやって曲がっていますかって聞かれるとね、皆さん多分、ハンドルで舵を切って曲がるんだ、舵で曲がるんですね車はね、ほとんどこれはだからコーナリングフォースで曲がってるんです。バイクはねそれだけじゃありません。キャンバースラストとコーナリングフォース、この2本立てで曲がってるんですね。はい、はい、じゃあ自転車をね使って説明しましょうね。舵を切らなければ、バイクを傾けてもまっすぐにしか進みません。これは絶対そうです。なのでどうしても曲がろうと思ったら舵を切る必要があるんですね。そしてこの舵を切ったことによって前輪が描く円と後輪が描く円に、前輪が描く円と後輪が描く円に内輪差が生じます。この内輪差によって曲がっていく力が発生する、これがコーナリングフォースです。ということでオートバイはこのタイヤによるキャンバースラストと舵によるステアリングフォースで曲がっているっていうことが分かったかと思います。そしてセルフステアってなんだろうねっていうことになると、それはですね、実はそのキャンバースラストとコーナリングフォースをうまくバランスのいいところで使うことがセルフステアリングっていうようなことになります。それではセルフステアリングの現象を見ていただきましょう。まずオートバイを傾けながら前に押してみてください。左に曲がっていきます。左に傾けます。自然にステアリングが今切れましたね。もう一度やります。押しながら傾けます。自然にステアリングが切れるんです。必要な分だけ。これは勝手に自転車がやってくれてることです。人間は何もしなくても勝手に自転車がやってくれること、ステアリングが自然に切れる、バイクがステアリングを勝手に切ってくれる、これが、オートバイがバイクがやってくれるセルフステアリングです。まず基本としてよく言われるのはライダーはこのバイクが発生する、バイクが出してくれるセルフステアリングを邪魔してはいけないっていうことがよく言われますね。コーナーに入るときにガチガチに力が入ってハンドルにしがみついているとステアリングが切れません。そうするとバイクが倒れるだけでバイクは曲がりません。それと同じくやっぱり肩に力が入ってステアリングを手を突っ張ったような状態になっていると、これもやっぱり自然にステアリングが切れてくれないので、バイクが曲がりませんということですね。セルフステアリングをうまく使ってうまく曲がるためにはやっぱりステアリングから力を抜かなくちゃいけないですね。そのために必要なこと、力抜けって言ってもやっぱりどうしても力がある。ステアリングから力を抜くためにコーナーに入っていくときに必要なことはやっぱりオートバイを下半身でうまく押さえてあげることです。それが一つはニーグリップ、そしてもう一つは、かかとでバイクを、つま先でステップを踏んでかかとでバイクを押さえるっていうことですね。この基本4点でバイクをしっかり、挟んであげるとステアリングから力が抜ける、リラックス、セルフステアリングを妨げてはいけないっていうのがまず基本としてよく言われることです。はい、ということでですね、セルフステアリングについてはね、まあなんとなくはご理解いただけたんじゃないのかなっていうふうに思うんですけども、そこからもう一つ、レベルを上げていくためにはですね、セルフステアリングを邪魔していけないんですけど、ステアリングをうまく使って、セルフステアリングを、プラスしてあげたりとか、あるいはセルフステアリングを殺すっていうことも、実際にはね、レベルの高いライダーはね結構実はやってますよっていうお話に入っています。まず一つ目ですね、ステアリングの使い方として多分一番多い使い方というのは、逆走だっていう操作になるんじゃないのかなと思うんですけど、逆走だについて説明します。
逆走弾っていうのはですね、例えば、バイクがまっすぐ走っている時に急に左ガンハンドルを切ったらどうなるでしょうかっていうことなんですけど、これガンと切ったらこっち側にバイク吹っ飛ぶんですね。ハンドルを切った方の逆に吹っ飛びます。こっち側に吹っ飛んできます。こうなりますっていうことですね。この動きっていうのは、コーナリング中にも同じことが言えます。コーナリング中にセルフステアリングが、適度に効いてる状態からさらにステアリングを切るとどうなるか、バイクが起き上がってきます。これが、ステアリングの動きの特徴ですね。ですんで、バイクがコーナリングしている状態からもう少し曲がりたい、もう少し曲がりたいっていう時にやらなければいけないことっていうのは、バイクをもう少し寝かしてあげることなんですね、基本的には。なんですけど、ただもう少し、ステアリングを切ってあげることでもやはりもう少し旋回半径が小さくなることは、それは間違いじゃありません。それも事実です。ですけどその副産物としてステアリングを余計に切ってあげることでバイクが起きてきちゃうんですね。バイクが起きてきちゃうとやっぱり、バイクは曲がらなくなるので、それは、キャンバースラストを殺しているからですので、やはり小さくは曲がれないということになります。この、ステアリングを切ってしまうとバイクが起きてしまうっていう関係性は覚えておいてください。このステアリングの特徴を利用してやる動きが逆走弾っていうことが、有名で、皆さんよくやられることだと思います。左にコーナーを曲がるときにまず走りながら一回右にステアリングを切ってあげる。すると不思議なことに左側にバイクが傾いてくるので、その力を利用して一気に左に曲げる。右に曲がりたいときは左に一度ステアリングを切ってあげるとバイクが跳ね上がるように右に倒れていくので、その瞬間を逃さずステアリングを戻したり右へ曲がる。これが逆走ですね。一度曲がる方向と逆にステアリングを入れてあげてから曲げる。これが逆走です。この逆走の動きはですね、例えば S 字のカーブを曲がるときにも有効です。一つ目の左のカーブを曲がっているときにバイクが大きく左に傾いてますね。このバイクをアクセルの調整だけで無理やり引き起こすっていうのは、これはね結構実は難しいんです。体重移動とアクセルの調整だけでバイクを反対側に引き起こして反対側に倒す、これはね結構実は難しいんです。ので左に深くバンクしながら左カーブを曲がってる時にステアリングを切りましてください。すると何が起きるか、バイクが起き上がります。のでそのバイクが起き上がった瞬間を利用して右に倒していきます。これが S 字カーブのコツです。ステアリングを切りましてあげることでバイクが起きてくる。そして次は右に曲げる。そしてまたカーブでステアリングを切りましてあげる。するとこっちに起きてくるんでこっちに曲げる。これがね逆走弾を使ったS 字の切り返しというようなことになっていきます。そして最後にもう一つですね、積極的にそのセルフステアリングを殺す場合があるということですね。それはね特に、サーキットで、レベルの高いハイグリップのタイヤなんかを使ってサーキットを走るときによく行われることです。昔のバイクはですねなかなかタイヤの性能が低かった、しかもバイクも重かった、サスペンションもあまりいいものではなかったので、バイクを倒した状態でブレーキをかけるということが難しかったんですね。なので、そしてバイクを寝かした状態からアクセルを開けていくということが難しかったんですね。ですんで、昔のバイクはこう走ってきてコーナーを曲がってアクセルを開けて立ち上がっていくっていうようなシチュエーションの中では直線部分でブレーキをかけて直線部分でブレーキは終わらせる。
そして、カーブは何もしないで曲がる。カーブをしっかり曲がってバイクを立ててから確実に加速するっていうのが大昔の走り方でした。ところが最近はタイヤの性能も上がりました。サスペンションも良くなりました。フレームの剛性も高くなりました。そしてトラクションコントロールがつきましたみたいなところからですね、コーナーの途中でもアクセルが開けられるようになった、コーナーの途中までブレーキを握ったまま入れるようになったということになりますね。なので、よりブレーキをコーナーのギリギリまで我慢できるんです。もうコーナーに入り始めたぐらいからブレーキを始めても間に合うぐらいの話にはなってます。なので昔はもうここでブレーキおしまいよっていう話が、最近ではね、まあ普通にこの辺まではブレーキ握ったままです。なんだったらもうこの辺まで握ったままです。そして、もうこの辺からアクセルを開けてますっていうことですね。昔の電子制御がないバイクですとここでアクセルを開けるとボーン、ハイサイドですね。なんですけど今はトラクション、コントロールがついてますんで、アクセルをねガーンってここで開けてても、勝手にバイクがマイルドに加速してくれるという非常に便利機能付きですね。そういったことからね、なかなか、ライダーはね、バイクをコントロールすることだけに集中できるようになったんで、非常にね今の MotoGP ライダーっていうのはねすごくレベルの高い走りをしますよね。特にブレーキングの部分についてはそうだと思います。加速に神経を使わなくなったのでブレーキングにより集中できるようになった。そしてコーナリングスピードがより上がったということですね。コーナリングスピードが上がったのはなぜかというと、コーナリングスピードが高くなってバイクが激しく寝てる状態でもアクセルを上げても大丈夫になったからですということなんですけど、そしてね、ブレーキングがそこで絡んでくるのは、ブレーキを握ったまま、バイクを倒しても大丈夫ですよっていう話になってきてるんですけど、さすがにこの状態までは無理ですね。そうすると横滑りを起こしますんで、ブレーキを強く握ったままバイクを曲げていく時に、やはり過度に曲げすぎてしまうとブレーキは離さないとやっぱり横滑りは起こしますよということなんですけど、その時にバイクが寝ていたとしてもステアリングが切れていなければ、これは進行方向に対してタイヤが縦になってますんで、これはグリップ力が発生するんです。なんですけど、ステアリングを切ってしまうと進行方向に対してモーメントが横滑りになりますんで、これは滑ってしまうということですね。ですので、強くブレーキをしているときは、進行方向に対してステアリングを切ってはいけない、起こしてあげるんです。すると前タイヤは滑らないんですね。こういったブレーキングで強い減速力を求めたいときには、我々はあえてセルフステアリングを殺してステアリングを戻します。するとタイヤのグリップが確保されるからということもあるので、それはねもう、豆知識として覚えておいてください。なかなかねこれは実践できるもんじゃないと思います。はい、ということでね、本日は、なぜバイクは曲がるのかという理論的なお話をさせていただきました。結構ね、専門用語乱れておりましたけど、大丈夫ですか。キャンバースラスト、コーナリングフォース、セルフステア、この3つだけはねとりあえず用語だけでもなんとなく覚えておいてください。バイクはねやっぱり、考えればうまくなります。間違いないですこれは。なのでね、このバイクに乗れない期間でも、バイクはねうまくなるんです。ちゃんともちろんね、今日お話しさせてもらったことは結構割と初歩のあたりの話になりますんで、まあ何か参考になることがあればなという、お話ぐらいの程度のレベルでございますけどね。またね、こんな、時期ではありますけども、自分のライディングについてですね、ちょっと、考えてみてもらってですね、またバイクが楽しく乗れるように、バイクが上手くなればね楽しくなります。それどん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 バイクが楽しくなっていきますので、また、バイクに楽しく、ね、乗れるように、頑張っていきましょうということで、本日はありがとうございました。